50歳チャッソーの皆さんです。はい、このチャッソーさんは溝端さん、小林さん、高橋さんが20年ほど前地元の居酒屋で知り合ってバンド結成したそうなんですが、どういう発端でバンド、あ、どういう発端というかどういうことでバンドやろうぜみたいな感じになったんですか？あのね、ズボンがずっとしゃあないからやっぱりバンドした方がええやん。なるほど、はい、なるほど、そういう意味で。だから、あ、はい、今根坂係長みたいな感じで今根坂係長に非常に似てますよね、キャラクター的に。頭の上にスタッフパスを貼ってタオルを巻いて、まさに親父のね。そうです、はい、任せてください。本番の中でですね、MC の掛け合いなんかはもう今とかそういうのなく、アドリブで、あ、もう居酒屋で知り合って、ね、20年なんで、そのあたりは、大体、はい、はい。でも岡田くんがですね、はい、かわいいかわいいってずっと MC で言ってまして、なんか癒されますよね。そうですか、みんなに言われます。カールの方に言ってませんか？はい、はい、さあ岡田くんの感想は、はい、かな、はい、すいません。さあ審査員さんに審査にコメントいただきたいと思います。まずコンさんお願いします。あ、なんかギターとってもいい感じで聞き惚れちゃいました。ありがとうございます。素晴らしいです。あと、花本の人、自由人って書いてありますけど、はい、職業、はい、アルバイターです。アルバイターです。気楽な感じでいいですね。なんかその雰囲気がフラフラしてます。気楽な感じがとってもよく伝わって、はい、ありがとうございます。楽に聞けました、よかったです。ありがとうございます。続いて岡崎さんお願いします。はい、ボーカルの小林さん、最高の味で僕はすごい好きです。ありがとうございます。もっと太ってもっと太った方がいいんじゃないかと思いますが、まだまだ足らんとは思ってます、まだまだ足らんと思いますわ、はい、もう帰りもちょっといっぱい食べて、はい、リハの後も飲んでグデしてきたんですけどね、まだ足らんかったみたいですね。ビールは何本飲まれて今日は来られました？ビールと焼酎と、はい、なんかわけのわからん黒マッコリいうのを、黒マッコリ、もうちょっとマッコリ飲んでいきましょう。はい、ありがとうございます。本当ギター本当素晴らしい音だったんで、すごい僕も勉強になりました。ありがとうございます。すごくかっこよかったです。花本の方いいですね。今度クラスにも参加していただいて、ぜひ食べて、はい、自由人だからギャラは安いんですよ、はい、オファーさせてもらいます。坂木連絡先聞いておいて。わかりました、はい、090、あ、そう、僕のじゃないですね。続いてつくいさんお願いします。本当に癒されました。こんなでかいホールじゃなくて、ちっちゃいとこで、酒飲みながら聞きたいですよね。わー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 言いながら、この感じでですね、スローライフな活動をどうぞ続けてください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。チャッソーの皆さんでした。岡田さん、はい、ここから後半の組み合わせ、はい。